メリカ海兵隊で充満するペリリュー島北端丘の上、孤立した最後の日本兵は斜面から迫り来る敵に機関銃を撃ちまくり、銃弾を避けて伏せた敵には手榴弾を投擲し、たった一人で陣を守っていた。日本兵は海兵隊を次々撃ち倒し、丘の周囲至る所に海兵隊員が倒れ、銃撃音の間にうめき声が聞こえた。海兵隊はあまりの抵抗の激しさに突入部隊を編成、戦車の攻撃で注意を引きつけ、その隙をついて背後に回った部隊が日本陣地に突入、日本兵を銃撃した。海兵隊は警戒しながら撃ち倒した日本兵に近づき、破れた軍服の下に白い肌を見た。一人で陣地を守っていたのはコロール島の料亭鶴の屋の芸者久松であった。1944年アメリカ軍の侵攻が迫ったコロール島では、日本人居留民に内地への引き上げが命じられた。芸者久松は恋仲となったコロール島在中独立歩兵第346大隊長比企の道広少佐と別れがたく引き上げを拒否した。間もなく独立歩兵大隊のペリリュー島派遣が決まった。ペリリュー島は飛行基地を持つためアメリカ軍が目標とする可能性が高く、もし来航すれば守備隊がどれほど奮闘しようとその最後は容易に想像ができた。久松は父親ほどの年齢差のある比企の少佐に、そのペリリュー島に連れて行ってほしいと懇願。比企の少佐は必死の説得を試みたが、久松は一緒に行きたいと一歩も引かず、ついに身の回りの世話をする当番兵としてペリリュー島に連れて行くことになった。1944年9月15日午前8時、ペリリュー島にアメリカ軍最強と謳われた第一海兵師団など約4万9000が上陸、1万900の日本軍と戦闘が始まった。第一海兵師団長は面積13平方キロメートルペリリュー島での圧倒的優位な戦いに、戦闘は2、3日で片付くと豪語。日本軍は統治下を利用した死闘でアメリカ軍に大量の流血を強いたが、徐々に追い詰められていった。9月28日、こもっていた水戸山の陣地から出撃した久松の思い人、比企の少佐は、南西中央高地奪還を試みて突撃。アメリカ軍の砲火で負傷し、10月2日、自決した。ペリリュー島の日本軍は、中川邦夫大佐の指揮のもと、上陸アメリカ軍の 40% に損害を与え、桜の伝聞を最後に、総突撃を敢行。11月27日までアメリカ軍を足止めし、散っていった。久松のエピソードを紹介したのは、戦記作家、小島昇氏。アメリカ海兵隊員、スキー軍曹から、久松の戦闘、目撃談を聞いた日系人、バート・オガタの証言を元としている。小島氏は、コロール島に残った比企の少佐の部隊、独立歩兵第346大隊、中尾清元総長から、
戦闘帽の下の美しい黒目を潤ませて別れを告げた久松の姿が今も目に焼き付いていると髪を切り軍服を着た久松の証言を得ている。歴史家畑育彦氏は富士見の分隊長と呼ばれた元陸軍軍人船坂博氏から比企の少佐と久松の関係を知る第二海上遊撃隊小隊長高垣少尉の部下将兵から聞いた話として、ペリリュー島をガルコルハトバに上陸しようとする久松を見つけた高垣少尉がすぐにコロール島に引き返すように説得中、比企の少佐が現れ高垣少尉を殴って久松を上陸させたと記している。パラオに赴いた畑氏の調査では、コロール島地元日系人ガイド市川忠氏から久松が身の回りのものを同輩に分け、理髪店で髪を切り、誰かにゲートルの巻き方を習い、地下足袋を履いて出陣した。久松は機関銃でアメリカ兵を撃ちまくり、重傷のまま病院に運ばれ、2週間後に死んだとペリリュー島の住人から聞いたという話を紹介。ペリリュー地区隊直轄部隊歩兵第二連隊所属飯島上等兵からは、島北端の電信所付近で見かけた十字架は手榴弾を投擲してアメリカ軍を足止めした日本軍女性兵士の墓だとアメリカ兵から聞いた話。同じく歩兵第二連隊生還者森島一等兵からは、最後までペリリュー島に残った将校専属の慰安婦1名は兵隊と同じ格好をしてよく釣りをしていたという目撃証言。またコロール島で久松と親交があった従軍看護婦から久松の本名梅野節と実在を確認している。ペリリュー島には終戦を知らず、戦後1947年4月まで戦争を続けた34名の日本兵がいた。34名は元日本海軍少将の誘導でアメリカ軍に帰順し日本に生還した。その日本兵によれば、軍服姿で海岸で釣りをしていた女性の目撃、帰順後アメリカ兵から聞いた北地区で最後まで戦っていた女兵士がいたという話に思い当たる節があったという言葉を残している。一次証言では久松の実在と本名が梅野節であったこと、コロール島における髪を切り男物の軍服を着た久松の目撃、ペリリュー島における軍服姿で釣りをする女性の目撃があり、ペリリュー島北端で最後まで戦ったペリリューのジャンヌ・ダルクは二次証言以降となる。